千原忍、里見八犬伝第二部法隆閣の隆子。左は、東千代之助。千原忍は、日本の女優。本名は、石原智子。岡山県出身。久米郡久米町出身。1952年に、東映に入社する。片岡千恵蔵主演映画、ただ春旅日記、愛染道中でデビュー。1953年。 大菩薩陶芸校が一等に匹敵され、シリーズに出演。1954年から1956年まで60本の映画に出演する。東映のお姫様女優の一人として活躍した。1957年1月13日、同1月20日から1月25日まで開催された日本映画見本誌に出席のため、団長の東映社長の大川広志らと共に、 ニューヨークへ出発。当時はまだ海外と工事由化の遥か前で、大変貴重なニューヨーク訪問となった。月形隆之介、東千代之介、大川橋蔵の相手役も務めた。1958年以降は規約に回る。1974年に那覇市で五福店開店。後に京都市で高級オリジナル五福を扱う、忍好みを経営。 1993年に、荘米新次監督のお引っ越し、1995年に、南京のキリストで久々に映画に出演した、全日本諸芸学院副理事。2009年6月、中村金之助13回帰、金之助映画祭り院、京都パート2のゲストで登場し、車椅子で三足呼吸器をつけながらも元気な姿を見せたが、同2009年11月22日、 肺がんのためし去、ありがとうございます。